こんにちは、アンソニーです。以前に Google Chromecast のご紹介をしましたけれども、実はそんなに使ってません。っていうのはこの動画の一番最後でも言ってるんですけれども、 HDMI セレクターというものをまだ買ってないんですよ。私のようにこのテレビが古いとですね、 HDMI 端子が1個しかないんですね。で、普段使ってる Blu-ray レコーダーを使うか Google Chromecast を使うかっていうことで、いちいちこう HDMI 端子の抜き差しをしないといけないんですよ。でそれが面倒で、あんまり使ってないということですね。まあ HDMI セレクターは、近々買おうと思います。でまあ、それは置いといて、届きました、Amazon から。はい、Amazon Fire テレビスティックでございます。はい、箱はこんな感じですね。でこれを開くとこういう風に入ってまして、ここから開けると、はい、こんな感じですね。でこの小さい方が本体で、こちらがリモコンですね。で下には簡単な説明書と、それから、USB ケーブルが入ってます。そして電池が2本と USB を挿して、コンセントにつなぐものですね。 HDMI の延長ケーブルです。テレビとかの HDMI を挿すところが狭い時にこれを使います。はい、本体はこんな感じですけれども、横に、USB ケーブルを挿すところがあります。これでまあ電源を供給するんでしょうね。そしてリモコンです。もう電池も入れました。これペローっとめくってこんな感じですね。Google Chromecast が、今4000円ちょっとぐらいですかね。で今回の Amazon Fire テレビスティックっていうのは、一番最初の価格が2000円ぐらいだったんですが、今は5000円ぐらいかな。で、Google Chromecast とほぼ同じ価格なのに、こういった立派なリモコンがついてくるというのはかなりお買い得感があります。それでは早速つなぎたいと思います。といっても HDMI をね、抜き差しするだけなんですよね。もうめんどくさいので、Google Chromecast の時に使ってた USB ケーブルをそのまま使います。はい、挿しました。で、はい、出ましたね。 Fire テレビスティックっていうことで、再生ボタンを押してくださいと出てますね。ポチ。言語を選びます。ポチ。おお、 USB 電源が十分ではありません。添付の USB ケーブルと Amazon 電源アダプターをご利用いただくことをお勧めします。ですね、今は Google Chromecast の時についていた USB ケーブルを使って、それをコンセントではなく、Blu-ray レコーダーの、USB 端子に挿してるんですよ。そこから電源供給してるんですけど、まあ、多分大丈夫でしょう。続行。ネットワークをスキャン中。はい、ネットワーク、Wi-Fi に接続します。ネットワークに接続中。まあ、おそらく設定は至って簡単だと思いますけどね。はい、接続が確立されました。アップデートの有無をチェックしています。登録が完了しました。おお、フルネームが出てしまった。これは隠します。この Fire テレビスティックは、誰々さんに登録されています、このアカウントを使用しますかっていうことで、これどこで認識してるんでしょうね、この私のアカウントを。とりあえずもう認識されてるので、このアカウントを使用します。ネットワーク速度を確認中。こんにちは、新製品 Amazon Fire TV スティックの世界へようこそ。ちょっとスキップしてみます。音声認識はこの無料の、はい、Fire テレビスティックは家族みんなで安心して楽しめますということなんですけれども、余計な課金をしたりとか、
しないように機能制限をすることができるということですね。まあお子様をお持ちの方はそれやった方がいいでしょうね。私は別にいらないのでなし。おお、なるほど。おお、早い早い。ウォッチリストはないのかな。まあ、こういういろんなアプリ、あ、Hulu もありますね、YouTube もありますね。こういうものを多分ダウンロードできますよっていうことですね。で、プライムビデオでは、あった、ウォッチリストありますね。私が今 Amazon プライムビデオでウォッチリストに入れてる映画です。うん、スリーピーホローって結構面白いですよ。僕好きな映画なんですけど、こっち、今すぐ見る。あ、もうすぐ始まりましたね。ほんの数秒で始まるっていう感じですね。リモコンのこの左右で、10秒先もしくは10秒戻るっていう感じで、早送りとかができるんですね。ああ、なるほどね。この、丸型のホイールの左右でもできますし、ここのリモコンの、早送り巻き戻しのボタンでもできます。これは非常に便利ですね。ちょっと一瞬見逃したっていう時にこうね、一瞬10秒前に戻るっていうことが簡単にできますから、非常に便利だと思いますね。ホームボタンを押したらすぐホームに戻りますし、一番下の方にですね、無料アプリベストセラーっていうことで、こういったテッドもありますね。こういったもののアプリをダウンロードできますよというようになってますね。 YouTube 関係が2つ3つありますね。 Hulu もあります。あ、結構いっぱいありますが、とりあえず YouTube 行きましょう。YouTube ダウンロードします。これ本体に8ギガのストレージがありますから、そこにアプリを入れていくんでしょうね。開く、ディスプレイを調整してテレビのフルスクリーン表示を最適化します。決定。はい、YouTube アプリを読み込んでます。うん、検索、はい、アンソニーだけで出ましたね。お、ログインしてない状態でアンソニーだけで出てくるのは結構嬉しいですね。こんにちは、アンソニーです。マンフロットの大ヒット商品ですね、ミニ三脚のカメラを持ち出すときにはほぼ 100% 一緒に持って行ってます。まあ、たまにですね、こういう、自撮りなんかもしたりしますし、それからちょっと特殊な金属っぽい硬い感触があるんですけれども、なるほどね。このリモコンだけで早送りなんかもできるみたいですね。唐突ですが、 PC オーディオを楽しんでる皆さんに、こんにちは、はい、アンソニーです。なるほど。デスクトップオーディオを構築しようと思って、まあ、こんな感じでどんどん次の動画に飛ぶこともできますね。で、このリモコンは、音声検索はできないタイプのものですので、こちらのアプリの方をね、使ってみたいと思います。Amazon Fire テレビですね、無料のアプリです。これを使うと接続する端末を選択ということで、
ちょっと伏せますけれども、私の名前があって、まあ、アンソニーズファイヤーテレビスティックっていうのがもうすでに、認識してますね。これを選びます。4桁のコードを入力してください。はい、ピンを認証して、スタートガイドチュートリアルというのが出てきました。はい、ホーム画面に戻って、おお、あ、そういうこと。あ、これは面白いな。すげえ、わかりますよね。これね、タッチスクリーンでこういう風に動かせるんですよ。で、左行くと、で、おお、で、行き過ぎた。プライムビデオで、ちょっと微妙に難しいな。プライムビデオで選択で、ああ、なるほど。ちょっと慣れるまで操作感には時間がかかるかもしれないですね。ああ、ちょっとね、行き過ぎちゃったり。なるほどね。で、これを選ぶで、最初から見る、こっち。ああ、なるほどね。ちょっと音声検索してみますね。じゃあ、レオン。はい。で、ポチッと。選べば、あ、すぐにレオンが出てきますね。うん、音声検索もう一回いきましょう。24、ポチ、はい、ちゃんと出ますね。これはなかなか便利かもしれないですね。まあ普段はね、多分こっちを使って、普段スマホの操作でウォッチリストとかには見たいやつ入れといて、あとはこれで操作するっていう具合にはなると思いますけど、うん、かなり使えるとは思います。今みたいに見たい映画を選んだら、ここで続きを見るっていうのが出るんですけれども、そのね、この続きを見るっていうのがホーム画面に欲しいですね。あ、でも最近見た商品で見ればいいのかな。うん、はい、ということで Amazon Fire テレビスティックを簡単にご紹介しました。このリモコンがついて、4,000円ぐらいっていうことですから、かなりお買い得感はあると思いますね。それからこの実際リモコンでの操作が思ったより快適で、もう本当にこうサクサク動いてくれるっていう印象はありました。で、自分のことなんですけれども、こういう24とかね、見出したら止まらないんですよ、本当に。で、無料で映画見放題なわけですから、自己管理ができない人はね、廃人にならないように、気をつけた方がいいと思いますね。これまさに私のことなんですけれども、ちょっとテレビ、ドラマ、映画の見過ぎにはね、ちょっと注意した方がいいかなと、自戒を込めて、お伝えしておきます。それでは